ではまず今日最初のニュース。本日正午ごろ、稲葉市の鮫川付近で女性の遺体が発見されました。遺体で見つかったのは地元テレビ局のアナウンサー山野真由美さん20。稲葉警察署の調べによりますと、稲葉警察、お父さんの働い分かってる、お仕事だから仕方ないよ。遺体は民家の屋根の大型のテレビアンテナに引っかかったような状態で発見されました。なぜこのような異常な状態になったかは現在のところ分かっていないということです。死因も今のところ不明で、警察では事件と事故の両面から捜査を進めることにしています。ただ周辺には地域特有の濃い霧が出ており、本格的な現場検証は明日となる見込みです。屋根の上で見つかったの？なんか怖いね。あ、ジュネスだ。ジュネスは毎日がお客様感謝デー。来て、見て、触れてください。 Everyday Young Life ジュネス。 Everyday Young Life ジュネス。学校でも流行ってるんだよ。